皆様の健康と安心のためにご協力をお願いします。はい、そして東京ヤクルトスワローズマスコットは27年目の大先輩つば九郎の登場です。はい、つば九郎今日もよろしく。コンディションいいですか？いいですね。 OK、 今日もよろしく。はい、今日はですね、サンダ君が、マスコットの大先輩つば九郎にマスコットの心得を学びたいということで今日は神宮球場にやってくれましたけども、サンダ君ようやくつば九郎に会えてよかったですね。今の嬉しい気持ちを体で表してください。はい、OK、まあ、同じ鳥同士だからね、鳥先輩という感じでね。はい、つば九郎、なんかこうマスコットの心得を学びたいって言ってるんですけども、はい、一言いいですか？はい、はい、何？オープンハウスといえばホームランショー、今日のオープンハウスさんいつも以上に、はい、太っ腹なところを見せてほしいよねと、いうことなんですけどもね。はい、やっぱりホームランショー以外にもやっぱりね、今日は太っ腹でさすがつば九郎おねだりするあたり最高です。はい、ということでサンダ君、これが大ベテランのマスコットの、はい、心得なんですけども、オープンハウスさんに何かお願いしてみたいことありますか？はい、はい、これはもうちょっとやりますか？はい、ホームランを打ったスワローズの選手たちに金一封をお願いしますと。はい、金一封どうですかね。これは選手たちも盛り上がるんじゃないかなと思うんですけども、オープンハウスさんどうでしょうか？はい、担当の方映りますかね。ああ、オープンハウスの加藤さん直接出てきていただいて OK、 OK ということで、今日はホームランを打つ金一封があるということでね。はい、ぜひこう、はい、たくさん出ても大丈夫ですよね。大丈夫ですよ、たくさん出てもね。はい、OK ということですので、はい、サンダ君言ってみるもんですね。はい、選手たちに金一分は、渡せるということですので、はい、なかなかいいお仕事をしてくれました。ファンにもねやはり、何かね、したいと思うんですけども、つば九郎どう思いますか？はい、ファンにも太っ腹なところを見せてほしいということなんですけども、そうなんですね、今日はですね、なんとホームランショーは選手だけではありません、ファンの皆さんにはスワローズの選手がホームランを打つと直筆サイン入りヘルメットが当たります。詳しくはツイッターでオープンハウスゆる運用を皆さんどうぞご覧くださいね。はい、ということで、今日はラッキーもたくさんありますので、皆さん気合を入れていつも以上に試合を盛り上げていきましょう。それではサンダ君も一緒にお待たせしました。両チームスターティングラインナップの発表